はい、ともきです。ルキナを使っていてですね、飛び道具とか、ガン待ちされるのは結構辛いなと思うことが多くてですね、私と同じようにですね、対策どうすればいいのっていう人結構多いんじゃないかなと思います。私もね、まだまだ完璧じゃないんですけど、実際の対戦で、どう立ち回ってるのかっていう部分は、少しはね、参考になると思うので、そこをね、解説していけたらなと思っています。ただ、その対戦中に実況するのって結構難しいので、録画した対戦動画を見つつ、解説を加えていきます。はい、ということで対ジョーカー戦ですね。ジョーカーに関してはとりあえず DA が結構強いのでこれが基礎しなくうまくいった感じですね。ジョーカーに関しては、DA が、強いので、あんまりその前気味にダッシュしないようには注意しています。これですね。で、攻めすぎると結構、簡単にあと隙からいっちゃうんで、様子見をしっかりしながら立ち回ります。うまくいかなかった。アルセーヌが出るともう破壊力がすごいので、ここは警戒しつつ、できるなら、様子見して極力時間を使ってアルセーヌのあんまりこう攻撃させないようにするのがいいですね。まだ強い。でこのガンがあんまり隙がなかったりするんで、あんま付き合わないと。はい、ここも横回避で内側に入ってこようとするのを極力防ぐ。で、外側で横気を振ったりですね。で、吹き寄せを狙ってできなかった。もう様子見ですね、しっかり。はい、引きながら吹き寄せて吹き寄せに行けたと。ここもね、様子見しつつ、本当ね、ジョーカー動き速くて強いんで、焦らず立ち回るのが大事かなと。で、アルセーヌ来ると破壊力がやばいので、警戒します。崖上がりとかもね、結構狩られちゃうことが多いので、そこはね、読み合いになるんですけど、はい、こんな感じで、アルセーヌ城塞は遠くまで結構基礎地になってくるんで、注意が必要です。で、崖上がりね、よくやられちゃうことが多いので、あまり動かないっていうのも結構一つの対策かなと思います。その場借りして、ガードで様子見するとか、もう結構大事ですね。相手はうまかった。今みたいな感じで、復帰阻止はできるだけ狙っていった方がおそらく有効なんじゃないかなってところで。で、着地に、横スマッシュ置くの結構有効だったりするんで、タイミング合えば使っていくといいと思います。負けるわけにはいきません。
はい、ということで対戦動画をね解説してみましたが、参考になりましたでしょうか。まあ、こんな感じでね、今後も対策に関する解説動画を作っていこうかなと思います。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、そして概要欄に Twitter のリンクも貼っていますので、よかったらフォローもお願いいたします。それではまたです。